アビアンカブラジル航空はサンパウロに本社を置くブラジル第4位の航空会社アビアンカ航空の子会社である2019年6月24日以降は事実上の運航停止となっているものの破産が正式に報告されたわけではない運航が停止となる2019年6月以前まで同社が就航していたのは世界5カ国の36都市で そのうちブラジル国内の就航都市は30都市と大部分を占めた。2019年6月の時点でアビアンカブラジル航空は以下の種類の機材を運航していた。現在は前期が同社のハブであるサンパウロのコンゴーニャス空港にて保管されている。2019年6月以前に保有していた機材は下記の通り。アビアンカ、 ブラジルデブでメートルチェルカで1ミル噴種をなりオスげムジュノ G1 テンプレートサイトウェブの呼び出しエラー引数アクセスデートは必須ですスターアライアンスアビアンカブラジル航空の加盟を発表レスポンス2019年10月13日閲覧アビアンカブラジル航空がスターアライアンスに加盟2019年10月13日閲覧アビアンカブラジル 破産手続きを申請運行は継続。フライティームニュース。フライティーム2019年10月13日閲覧。編集部。ブラジル政府、航空会社の出資規制を暫定的に撤廃。トラシ2019年10月13日閲覧。アビアンカブラジル、スターアライアンス脱退9月から27社に。アビエーションワイヤー2019年10月13日。 閲覧。アビアンカブラジル航空がスターアライアンスから脱退。ANBA2019 年10月13日閲覧。アビアンカブラジル9月1日付でスターアライアンスから脱退。フライティームニュース。フライティーム2019年10月13日閲覧。ありがとうございます。